ちょっと待ってくださいね。はい。あ、今日結構まんべんなくいくね。よし、よし。前回ですね。あの僕、お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか。はい。記憶に新しいでしょうか。で、そこで僕止まらへんかったんですね。うん、あ、実は後日談が。実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこ、うん、ちょっともうビデオで撮ったのよ。思春期やから思春期やから。え、中学生ぐらい？それはね、いや、そうですね、もうちょっと大きかったですね。もうちょっと大きいですね。今の、今のビデオカメラじゃないですもん。じゃなくて、でかいでしょ。ベータの、ベータや、はい、うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ。でそれが家にあったんで、絶対お姉ちゃんのそのお風呂入ってるとこ取ったろうって決めてたんですよ。ほんである日チャンスが来たんですよ。お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ。ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいいひんわけですよ。でここチャンスやと。ほんでもうそのビデオをあのベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ。で、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな思ったら、2階からこうタンスがうんカチャでこう閉まる、うん、あっしおパジャマ取りよったらっ。そこまでわかるんだ。もうわかる。すごいっすね。ほんでよしここやと思ってこたつに入って、こうこっちがテレビやって、でこたつにこう入ってるわけですよ。ほんなお姉ちゃんが2階からトントントンって降りてきて、ちょっと開けて、大輔さっきお風呂入っていいみたいな。ほんで僕は全然楽しみじゃないと、今楽しみにしてたの隠して、いや入ってこいや、何いちいち言うてんねんお前。強がってっていう芝居をしてるんですよ。はいはいはい、芝居。興味全くないよ。興味がないとお前なんかに。ほんでその芝居したらお姉ちゃんが何やねんもう言うて入りに行ったんですよ。ほんならもう僕パー出してビデオ持ってロケロケだ。なんか勝手口にね、あの塔がカチャンって言うから、って言うて声でごまかして、声でごまかしてゆっくり出て行って、でまずそれを置いてあのお風呂のとこにこう行くんですよ。ほんでゆっくりこう開けて、ほんでもう一回こう戻ったんですよ。ほんでしばらくしてこう横から見たら湯気がバー出てきたんで、よっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと、頭洗っとると。でここでそのベータのカメラを回すと、ベータの音がガッチャンうーんって、当時特に言うわね。だからバレるでしょ、バレるからもうこっちのところへんからガッチャンうーん。ほんでここで見たいんですけど、ここやったらまたバレるから、向こうの方行ってこう停止グーンって押して、また撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して再生をして、ガチャンで見て、あ撮れてへんと、もうちょっと角度こうしたらええで決めて、またガチャンって言って行って、またこうするわけでしょ。重いから、ちょっと重たい。でかいから。ほんでまたそこでガチャ見るんですよ。ほんな取れてへんと。取れてへんかったんですよ。ほんでどうやったら取れんやろ思って、ガチャンうーん言ってパッて行ったら電気消えてたんですよ。やばい。外にそれ置いて、また勝手口から入って、こたつの中入ってテレビ見るんですよ。ほんなお姉ちゃんがお風呂上がったで、みたいな。もういちいちええねん。心臓バクバクですよ。ドッキドキしてるんですけど、普通予想って、めえねん、そんな気持ちで。言いながらね。やったということ。おや。でもそんなお姉ちゃん知らんやろ。お姉ちゃん知らないです。知らんよな。あ、これで初めて知るんですか。これで多分初めて。でも、その後ぐらいに、お風呂覗いてても、近所の人に見つかったらやばいなと思って、一回お姉ちゃんに、お前もう胸見せてくれと。お前よ隠して風呂とか入ってるけど、なんかもうええやんけ兄弟見せてくれや言うたことはあります。何を言ってんの。ほらお姉ちゃん何か言ったもうええやんってなんすか。大輔の言うてること分かるけど、分かんのかい。分からんやろ。
そういうで言いましたよ。うちのお姉さんそういう感じ。なんで分からないよ。なんかいや隠してる私が悪いんやけどみたいなことですよ。悪いんや隠してた。はい、うちの家ものすごい貧乏なんですよ、すごい。ほんで貧乏やねんけど、ね、やっぱりその母親72なんですけど、内臓の病気に一回もなったことがない、入院もしたことがない。ただ一回だけ入院したことありまして、中学校の時でしたんですけど、僕と母親2人やって、台所でね、母親が急にひっくり返ったって言うたんですよ。で、何がひっくり返ったんやと。もしかしたらフライパンとか熱い鍋がひっくり返ったかなと思って、台所でパッと回って、一個しか部屋ないですから、パッて見たら、母親がズボン、パッてこうずらしてるんですよ。ほんならね、字は捨てたんですけど、字が悪化すると、脱肛ってなるのご存知ですかね。脱げる肛門って書くんですけど、はい、猫みたいに、お尻から、ポンとこう卵状のやつがポンと出てきて、もうそれだともう動けないらしいんですよ。それをイボジ評価ではひっくり返ったという。ひっくり返ったっていうのが止まってるんです。ひっくり返った。専門用語ですよ。ひっくり返った。で俺はもうドギマキしてどうしてええもんか分かれへんと。そりゃそうやわ。おかんは救急車呼んだらあかん、お金かかるからって言うわけさ。どうしたらええにゃって言ったら、入れてくれと。それを中に入れてくれと。中に入れたら全く痛くならないんですよ。で今はもう痛いんや、めっちゃ痛いんや、出てる時は。もうだから腸が出てる感じですから。もうひっくり返ったら風が吹い、痛風みたいなもんで、風がもうパッと痛くなるから。神経過敏ですから。はい、でもしゃあないから、もう僕親ですからね、うん、俺しかおれへんと思って、もう涙流しながらこうブルブルブルしてるから、入れたらええんかよ、入れてくれよから、ゆっくり言ったらポーンと入ったんですよ。もう痛くないんですよね。ほんまやぞ、ポーンと入って全然痛くないぞ。ほんだら、ま、あ、大丈夫なんだ、ほんならまたポーンまたひっくり返った。そうなんです、こうなるんですね、ひっくり返った。もうこれはどうしようもないと。もう僕入れてもポン、入れてもポン。だから、キリないと。キリがないから、もうおかん救急車呼ぶわって言う。で、救急車もしゃあないから呼んだんですよ。ほな、恥ずかしいですね、バーがおかんでも女ですから、この体勢で、お尻で動けない。ほな、もう見せんといてくれと、救急隊員には。見せんといてくれ言うてもしゃあないから、僕お尻こうね、その部分と、まあお尻とここのね、部分をこう隠して、ほんで普通は乗って担架で行くんですけど、おかんこのままずっと行って、段のとこあるじゃないですか。で、さっきね、救急隊員が行かないとか、僕ちょっとだけ入ってたんですよ。段のとこに、こう、ガタンってした瞬間に、おかんが、メーって言うヘボしやがって、ほんならまた、ボーンってできた瞬間に、隊員さんが前でバー笑い出したんですよ。ほんで、おかんもそれ見て、ブルブルって笑い出したら、ひっくり返ったイボジラ、ブラ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 って。もういや、もう壮絶やんか。強烈やな。ある種羨ましいな。そうですね。そんな体験ないですもん。これでも勉強になったな。ひっくり返ったっていうんだよ。この世界に乗ったらいろんな方にお会いできるじゃないですか。僕この前モンゴルにロケに行きました。その帰りに飛行機に乗ってたら、僕最初乗ってたんですけど、その時になんか朝青龍さんが同じ飛行機に乗ってきて、うわすごいわ、こんなことあんねやと思ったら、後ろの席に座りはって、うわすげえなと思ったら、なんかみんなこうやって拝み出すんですよ。でなんやと思ったら、次ダライラマさんが乗ってきたんですよ。僕の前に座りはって、すげえ、ダライラマ、僕、朝青龍。それだけで十分やろ。こんなことあんねんやと思って、あ、これはなんかあるんちゃうかと思ったら、その月に珍しい人に3回会うっていう出来事があって、で、自分のやってる番組にアントニオ猪木さんが来てくれたんですよ。で、元気ですかってバーンってビンタされて、あ、やった、猪木に会えてビンタもしてもらった、やった、嬉しいなと思って、で、次の日にまた別の仕事行ったんですね。トーク番組やったんですけど、その時も目の前にゲストとしてアントニオ猪木さんがおるんですよ。もうまた猪木におったと思って、でその時は、勝松さんがおったから気合い
入れられるのは勝松さんやったんですよ、うん、元気ですかってバチーンって、うん、あ今日は大丈夫な気合入れられへんなと思ったら僕そのトーク番組のオチで噛んでしまったんですよ、うん、ほんならここは気合入れてもらえって言って、うんまあ、猪木さんにまたバチーンビン出されて、うん、うわーと思って次のまた3日目別の仕事行ったんですそれはなんか料理番組でバラエティーので、まあ、ここには大丈夫やると思ったら試食ゲストが来ていますアントニオ猪木さんでーすまた猪木さん、うわうわまた3回連続や思って食べる前にじゃあ気合入れてもらいましょうって僕が立たされてまたバーンってうわもうすごいわ3回連続3日連続や思ってこれは何かあるんちゃうかと思ってなんかある、うん、僕は猪木さんに終わったらご挨拶しに行ったんですよ、うんあ猪木さんどうもありがとうございましたって言ったら猪木さんが、うん、いやいやどうも初めましてアントニオ猪木です、これねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔大阪時代に、はいまあ、僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はいまあ、じゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はい、で正月番組をね、はいなんかこうなんでしょうコメディで、はい、なんかこうてなもんやみたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇ものの、はい、なんかこうちょっとこう寸劇みたいなあって、はい、で僕の役が二役をやったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、はい、でこの二役で早着替えみたいなのもある言うて、はい、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけどその中でまあそのゲストでですねもうすごい大先輩ですよ、はい、まあ方ある方がね、はい、おられたんですよ、はい、でリハーサルやって僕らももう緊張しながら、はい、その大御所のそのね、はい、ゲストの師匠が「いらっしゃい」って来て大御所ですね。あよろしくお願いします。でもう前日リハーサル室でリハーサルですよ。でそんだけの人ってなかなか集まれないですから、結構12時ぐらいから夜の。でもみんな眠たいな言いながらまあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよ。ほんで、じゃあリハーサルしますって台本片手にこうリハーサルやるんですけど、そのまあ師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、まあ僕バーッ出てきて、はい、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまた、はい、で最後に二人とも出てきてくれってやるんですよなできるかー言ってーでちゃんちゃん、はい、でリハーサルはいオッケーってなって、はい、でまあまあそうかこんな感じかと思ってたら、ちょっと休憩入りますあはい、はい、1時間ぐらい全然始まらない。再開。どうなって、もう1時とか、もうすぐ2時とかになるで、どうすんの、どうすんの。その当時、その師匠のマネージャーの、女マネージャー、女マネージャーが来て、ちょっと松本くん、師匠に謝ってくれるかな。ありました、そんなの。ごめん、ちょっと分からへん。何ごめんちょっと分かれへんねんけど、いや私が思うに私はもう長いから分かるんよ、師匠は何も言うてはれへんけど私が思うに松本君の「できるか」っていうのがちょっと失礼なんじゃないかちょっと待ってごめんごめんちょっと待って台本持ってきて台本もう思いっきり書いてる「できるかできるか」ね、俺このままやっただけやから、うん、別に分かれへん絶対そんなんでしょ怒ってはれへんから、うん、いや私は多分そうやと思う、うん、いやじゃあ100歩譲って謝ってもいいけど俺多分何のことやと、うん、すいませんなんか言うと、うん、お前何を言うてんねん、うん、アホかって言われて、うん、逆に俺かっこ悪いから嫌やって言うてたんですけど、うん、いつまでたっても始まれへんから、うんじゃあ試しに行くわ、うん、もう他の人もみんな渡してるし、はい、分かったって言うてコンコンって、はい、なんかすいませんでした、はい、って言ったら、はいはい、もうええねん怒ってたぜまさにできるからそんな失礼ですよ。
先ほど松本さんも言われた三松さんの話なんですけど、はい、前にも言ったんですけど大井龍馬というのを一緒にやろうということになりまして、はいはい、で僕嫌やったんですよ、初め、うん、そういうのに、いや僕本気でやるからって、自分の劇団を立ち上げたいから言って、うん、で大輔力貸してくれっつって、で俺が龍馬をやるからお前中岡慎太郎でやってくれっていう、うん、なんかそんなんがあって、で分かりましたって引き受けたんですよ、うん、でじゃあ大輔京都一緒に行こうと、俺はお金全部出すから、うん、で京都行ってその龍馬と中岡が回ったとこを回っていって、ちょっと気持ちを高めようと、うん、そういうことで行ったんですよ、うん、で行きしの新幹線で大輔っつって、これ俺ちょっと買ってきたんだと、でそれがペンダントやったんですよ、でちょっとした鎖のこの辺に龍って書いてあるペンダントを買って、でこれいいだろうっつって、全然用ないんですよ、そんなに良くない、あでもまあまあ思いあるんですね、これで俺頑張るからっつって、頼むな真剣にやろうな、分かりましたっつって、で京都着いて、でまずどこ行きますって言ったら、まずお墓に行こうと、坂本龍馬と中岡慎太郎一緒に眠ってはるからそこ行こう言って、じゃあ分かりましたって行ったんですよ、で行って、ほならこうお墓にそのネックレスを取ってこう置いて、龍馬さん今度大輔の舞台やりますみたいな、力貸してくださいみたいなやってるんですよ、でそれつけてここに龍馬さんがいると、じゃあいろんなとこ回ろうかっていう、でじゃあなんか遭難の地みたいなのがありますから、そこ行きましょうかって、僕もあんまり知らんかったんで、こう本持ちながら行きましょうと、で行って、で行って僕が説明してて、その近くになったら三馬さんいいんですよ、であれ三馬さんどこ行ったんかなと思ったら、おい大輔っつって、こんなとこ風俗あるぞはいや風俗ってまだ2時ですよいやこんなとこにあるのか今日いやいやちょっと三馬さん、うん、いやもう嫌や、初めからこんなの嫌や、うん、頼むわ本気でやりましょうよ、うん、言って、ここも、うん、あすまんすまんすまん言って、でじゃあ行きましょう、もう風俗いいですよ言って、でこれ遭難の地らしいですよ、ほなちょっと写真撮ろうよで写真なんか分かんないですけど撮って、で龍いうのも見せて、ほんで撮って、で次のなんかまたここに隠れてたスヤみたいなのがあるらしいですよ、じゃあそこ行こうよ言って、で行っててまたいいんですよ、ほんで何やろうと思ったら、ここにもあるのか風俗いやもう腹立ってきたいや真面目にやるって言ってたやんほんでいやちょっと三馬さんほんまひどいですよって言うと、真剣にやる言うたから、僕お芝居をねやろう思って、ほんでそれもなんかもう全然嫌や言うて、なんか本気さが伝わってこうへんって言ったら、龍馬もセックスぐらいするだろうが逆切れやん、いやセックスするよ龍馬もセックスするよでも龍馬ももっと夜やと思う早いやん、こんなずっとやん、京都着いてからずっとムラムラしてるもうやめてそんなこと、なんだお前って言ってバーンどつかれたんですよ、これでバーンどつかれて、なんでどつかれなあかんねん、俺正しいですよって言ったら、いやお前言ってることなんか違う言うて、またバーンと疲れて、またバーンと疲れたから、俺何が龍馬や言うて、俺そのネックレスバッチッちぎってバーンやってあったんですよ、何やってるんだお前お前の龍馬のペンダントー言うて走っていって、急にガー泣き出して鼻だーだれて、やめろこれはお前、俺を叩くのはいい言うて、龍馬のこれは切るなって言われてで、まあ僕もやっぱ先輩のね大事にしてたんで、やつを切ってもらったらすいませんって言って、でまあそれでまあ終わって、あ舞台始まったんですよ、でもずっとつけてるんですよ、それも直して、うん、でも、 もう毎日ね舞台で何かやらかすんですよ、なんか絶対にこうお客さんが冷めるようなそんな言葉って言うとあかんでしょ、なんかそんな時代劇やのにテレビのなんか挟んでみたりとか、ちょっとそこを笑かすために何かやったりとか、時代がむちゃくちゃなって、ほんで演出家に怒られるじゃないですか、「三馬ちゃん何やってんだよ」って言って「何だあれしょうもない」って言って、ほんなんかパコンなるんですよ、なんかもうパコンすねるんですよ、ほんで打
ち上げってもひと言も喋らんとなんかパコーンなってるから、いやもういつまでパコーンなってんのもうそれ怒られるやんかって、まあ、なんでお前に言われなくちゃいけない、お前表出ろみたいな、表出たのかやったらまたバーンと疲れて、で俺もまた何があるよお前じゃん、俺もこうきちぎってなんかシャーンってやったらやめろお前これ何回もそれがあったんですよ。ある日からもその龍馬いうネックレス専用になったんですよ、多分ちぎられるからほんでまあ無事に舞台終わって、じゃあ最後にこの格好であの舞台の上にバッと並んでみんなで写真撮ろうって言って、で皆さん真ん中でいろいろありましたけどありがとうございました、お疲れ様でした、写真撮りましょうって言って、お撮ろうっつって、あちょっと待ってっつって、あの龍馬のあのネックレスちょっと取ってくれから言うて楽屋行ってつけて帰ってきたんですよ。初めここぐらいまであったんがもう今超かぐらいまでこんななって龍っていうやつが喉仏で喋るたんびにこうペコ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 もう切るなよ。僕吉本新喜劇というところにいてましてですね、全国ツアーというのがあるんですけども、うん、まあいろんなところ行くんですけどね、全国ツアーっていうのは大体まあ2泊ぐらいずつしていくんですけど、そうなるとこう楽屋でみんなたくさんおるんですけど、晩ご飯を食べに行くメンバーっていうのはいつもこう決まってしまうんですよね、うん、で僕入りたての時に吉田博さんと、まあ、中条さんという方と、あと井上達夫さんっていう、まあ、達爺というね、もう大ベテラン60歳ぐらいのおじいちゃん役の人ですよ、で柳浩二さんという、まあ、チャースでおなじみの方と5人でいつもご飯を食べに行きます、で若者チームとおじいさんチームでエラ若手という縮図でいつもご飯食べるんですけども、おじいさんたちはまあ60ぐらいですから1軒目でもうご飯食べたら帰りはるんですね、で若者3人でいつも飲みに連れてっていただくということになってた時に、3人で飲んでる時に、まあ、こんだけ全国ツアー回ってていつもこのメンバーちょっと辛いなと、なるほど、何回かこう女の子と飲みたいな、そういう店行くんもええねんけど、なんか知り合えたらな2泊もするしってのことを常々おっしゃってたんで、チラチラと、まあ一番スタッパーとしては何とかしたいけど、でも全然もうそんな女の子なんか知らないしどうしようと思った時に、長崎の1泊目の時に僕がタバコを買いに行った時に女の子にあって言われたんですよ、あどうもあれなんで知ってんのみたいなこと言いながら、ほんで長崎の子一人やったんですけども、一緒に飲みませんかみたいなことを言ってきたんですね、でいや僕らも明日ちょっと早いからもう帰んねんけど、もしかよかったら明日俺らおるから3人連れてきてくれたら、こっちも3人おるし明日一緒に飲みませんかみたいなことになったんですよね、ほんなら向こうもあいいですよみたいな電話番号教えてもらったと、よかったのでそのまま帰って、兄さん方むっちゃべっぴんの姉ちゃんの電話番号手に入れましたよ、明日はもう三のコンパができます、よかったナイスナイスお前はよくやったみたいなこと言われたんですね、で次の日、楽屋でおったら昨日小籔が綺麗な姉ちゃんの電話番号聞いてきたんやと他の人らに言うわけです、他のグループにこうアピールするわけですね、あらダンスとか言ってて、でまあその晩行こうかいなということで、でまあ最初ご飯食べに行くんですよ、だからご飯があるから大体10時半ぐらいに待ち合わせということでしてたんですけど、まあご飯食べてるじゃないですか、ほんだらおじいさんチームは1軒目で帰るはずやのに全然帰らないんですよで、なんか1軒目からなんか白濃いな思ってたんですよジジイ2人なんか白濃いなんか僕らはもうその時に女の子の話も大してしてないんですけども、なんかうーんみたいな、こうさっさと食べて帰るはずが結構沈黙長かったりしてて、うん、思ってたんですけど、その時気づかず、でまあ、ごちそうさまでした、はい、じゃあ2軒目行こうか言ったらしれっと二人はお疲れさんとかで帰ってくるのに、帰っていくのに、僕ら3人の方にしれっとついてくるんですよ、今日に限ってね、はい、で向こうには3人って言ってるし、ちょっとおじいちゃん引き連れていくのやっぱり嫌だおじいちゃんおじいちゃん言うな、まあまあ大ベテランさんですけども、やっぱり喋ってるとなんか片岡千恵蔵の話とかしてくるじゃないですかまあちょっとジェネレーションギャップがねそういう系もしてます、それは面白い先輩、すごいミスター新喜劇ですけども、やっぱり一軒目ご飯食べててもなんかおもんないなって思ってます僕らに分からないギャップね、映像とか見張りちゃ言われちゃう、いやそんなみたいなおじいちゃんちょっと話が長かったりとかするし、ちょっとコンパ向きじゃないのについてきてるなと、ほんでヒロさんにちょっと井上さんちょっとついてきてるから言ってくださいよ、いやちょっと3人ですやんって言ったら、いや俺もそんな余裕はもう達人も大先輩やし、いやどうせ多分店の前まで来たらしれっと2人行くやろ帰るやろ言うて、
居酒屋ガラガラって入ったら、達人とかも、ああ、ええ店やなみたいな感じで、うん、今まで1回も2軒目ついてきたことないのに、白濃い顔して、ブワー行くんですよ。60過ぎたおっさんが白濃い顔、また腹立つんですよ。先輩やぞ。いやいや、それはあれだけどね。心の中では、うん、でもそんな言えないです、ああ、どうぞってなって、で、座敷、うん、何名ですか言われて、ほんま6名って言ってたんですけど、まあ。うん8名ですみたいな。ほんで座敷にこう先輩が座って、ほんで僕電話して、あ、近くにおる、なんだ迎えに行くわ、でもなーとか思いながらでも迎えに行った。ほんだら他の2人もめっちゃ可愛い、うん、そんな3人揃うことなんてまあありえないのに、うわめっちゃ可愛いけどジジイおるか思いながら、でそう言わんと引き連れて行ったんですよ女の子。ほんだらこう入っていったら、ヒロさん、中条さん、井上さん、柳さんという順番でこう座敷のドアがこう見えていくんですよ。で僕が先頭で、あ、こっちこっち、女の子どんな顔するのかなったら、女の子も、あ、どうもでなったんですよ。なるわいと。あれで隣の客にしたらちょっと近すぎるし、はい、コンパやろうぜみたいな言うてる、なんかジジイ紛れてるみたいな、えっていう顔して、まあこれしゃあないなと。で、まあ、女の子、うん、皆さん、あの先輩で新劇の人なんです、うん、あ、そうですかどうもとか言いながら、うん、ほんで僕やっぱ一番下ですし盛り上げなあかんということで、お酒飲もうみたいな、うん、じゃあどんなお酒飲むとか言ったら、井上さんがですね、あかん、若い子はお酒なんか飲んだあかん、若い女の子はジュースかお茶にせえみたいなこと言うんですよ。普段そんなに強く言えへんのに、女の子前からちょっと生きてるんですよ。ええ格好して、なんか先あって、居酒屋来てあかんってな、まあまあええわ思って、まあまあちょっとエッチな話もしようかなと思って、今までどんな彼氏と付き合ってたんですかって聞こうと思ったら、だんだん知らんもんにですね、わしらの時代は15円あった腹いっぱい飯食えたみたいな話になって、15円あったらな腹いっぱい食えたわみたいな話がまた長いこと続くんですよ。でまあなんかちゃちゃも入れたいんですけど、入れようもないような、うん、そうか。で柳さんと井上さんでめっちゃ盛り上がるんですけど、うん、もう女の子もはぁはぁってなってるんですよ。うわどうしようと、このもう状況を打破しなきゃならない、はい、よっしゃ、王様ゲーム的なことどうでしょうか、ジャイケンをして勝った人の言うことを聞きましょうみたいな、うん、わしジャイケン嫌いやねんって、お前何しに来てよ井上さんがジャイケン嫌いや言うて、ジャイケンわし嫌いやねん、ジャイケン嫌いやねん、それ見たことないわジャイケン嫌いって何やねん、それはカッコつけてんのか白っこいのか何やねんお前お前何しに来てんよ、何しに来てん、大ベテランですよ。普段はね、普段ならあれだって。あんな井上さんも仏の井上と言われるぐらい優しくて、本当に演技も素晴らしい、後輩の面倒見もいい人にシャレならんぐらいムカついてしまったという話。あんなものないですよ。平身伝統ですけど普段まあまあね、あんな怒ったことあったかな、まあちょっと哀愁なのかなんかちょっとあんま分かんないんですけど、小学校高学年、はい、6年生ぐらいだと思うんですけど、あれはね、急にえらい季節外れに寒くなったのね、はい、ある時に、はい、だからまだ冬でもないのにえらい急に寒なって、で俺が何こたつをね、はい、急に出したろうと思って、ちょっと、はい、うん、例年に比べると1ヶ月ぐらい早いねんけど、はい、まあまあええかと思って、はい、まあ、寒くなったからこたつ出すで言うて、はい、ああ、だから勝手に出したらええがな言うて、でその、いわゆる俺の部屋ってないわけよ、はいはい、なんかテレビがあって、普通、なんやろ、普通、玄関入ったらすぐの部屋やねんけど、はい、そこで一応、おとんとおかんは寝とんねやんか、はい、で、ガーって開けたら、その、おとんとおかんの布団があって、その一番下のとこにこたつ板とかあんなんか、さ、はい、あ入れとんねやんか、はい、で、もう、まあまあ、もう、しゃあないから、布団ガーってやって、はい、こたつを、ね、ガサーって出したら、コンドームが50個ぐらい、ガーッ、その時の親父、早かったマトリックスなのかな、でもバレバレですからね、まあね、50個出ると、ね、はい、ちょっと嫌ですよね。私よく角野卓造さんに似てるって言われるんですけど、やっぱそれでやっぱ世間の方もこう知ってくださってて、街歩いててもやっぱ春菜って声かけられるより、うん、角野とか卓造ってかけられる方が多いんですよ、でまあ軽く角野卓造じゃねえよとか言ったりするんですけど、虫もでかいしな、
でこの間びっくりしたのが、蟹江圭三さんですよね。蟹江圭三さんって言われて、角野さんはまだ自分でも似てるなって思うところがあるんで、ね、じゃねえよって本気で言えるんですけど、蟹江さんに関しては全く似てないんで、いいえ違いますって言ってそれが正しいね、何にも間違ってない。思い返しても腹立つことっていうのは、あんまないんですけど結構あるよあんまない方なんですけど、僕、あるおじさまにフグ行こうかって言ってもらったんですよね、うん、フグ行こうかって、あるダンスで、僕ら二人で行くんかなと思ってて行ったら、他にもメンバーいてたんですけど、おじさま、僕を誘ってくれたおじさま、そしてその方の部下、若い方ですね、で、僕ら年上なんですけど、でホステスさん2人がいてはったんですよ。そのおじさまがよく行く、ホステスさん、まあ、じゃあ同伴も兼ねて行こうかいな、まあ、芸人も来るしみたいなことなんでしょうか。で、まあ、5人でフグをいただくという、すごい高いところでアルダンスみたいな。で、まあ、僕一番下っ端ですし、まあ、ちょっとこう喋ったりとかしてたんですね。ほんだら、もうすごい美味しいフグいただいてたんですけども、おかみさんが、ここヒレ酒どうしますみたいな、ちょっとドヤ顔で、やっぱこううちはええフグ屋ですからヒレ酒もちろん頼むっしょみたいな感じで送るわけですよね。なんかうざいなと思ったんですけど、まあまあすごい高いとこですから、うん、と思ったんですけど、僕はもう次の日仕事もありますし、あんまりちょっと日本酒をたくさん飲むとベロベロになる、しかも偉い方がいらっしゃるので、そのおいたをしてはいけないということで、うん、あ、ちょっと僕明日仕事も早いんでちょっといいですとかで、え、小籔さんここ来てヒレ酒飲めへんのみたいな、もう一回来るんですよ。え、聞こえてへんかったんかっていう、まあいらんって一回言って、もう一回押されて飲みますってなるか、なるか時もあるけど、確率的には低いやんってこのおばはんと思いながら、まあ、もう一回来よったなこいつ、あ、すいません、ほんまいらないんですよ、ちょっと明日あれなんで、あ、まあ、そうみたいな感じ。だからホステスさんたちは、まあ、お酒飲むのがお仕事ですから、なんか私たちいただきますみたいな。おじさまはお酒飲みはらへんのですよ、うん、もう一切お酒飲まはれへんかった、うん、だからもう常連ですから、うん、まあそのおじさまに聞かない、うん、で次若者に行くってなったら、男子メンバーで僕飲まない、うん、であちらももちろん飲まない、うん、ってなった時にこの人が、じゃあ僕いただきますってちょっとこう生きったんですよ生きる嫌いやろなと思ったんですけど、聞く順番もちょうど生きれる時ですわ、女子2人いてますやっぱこう同じ下っ端2人でもこいつは飲めへんのか、うん、ダメだなみたいな感じでちょっと怒られた、うん、その後に僕いただきますみたいな感じで生きったあ、こいつも生きるよってなって、まだこっちのおばさまもちょっとこう、あっみたいな、うん、飲みはりますよさすがですねみたいな感じでちょっと乗せるんですよ、うん、まあ、僕がちょっと負けて、あちらが上だみたいなこう空気になったんですね、うん、でまあはんはん思って、ほんでバーって来て、ヒレ酒こうジャブジャブしながら、うん、こうあーみたいな、まあ、迎えで言うてるんですよ 若者が、うん、みたいな、まあ美味しいでしょうけども、うんみたいな言うてるんですよ。はぁ、もうちょっといつもより多分声大きいと思うんですよ。その方とは初めてですけども、僕が断ったということで、あーっていうのがちょっと大きいんですよ。こいつ思いながら僕服いただいて。ほんでまあ、食べてる時であんまりこう会話が進みませんから、ホステスさんもやっぱそういうお仕事ですし、気遣いはって、その若者の方に、一日どれぐらい飲むんですかみたいな。あ、いやもうね、そんな家とかやったら飲まないんですけど、こないだね、みたいな。その人がまたちょっとこう、息出してこうね。いや、こないだね、みたいな。あの広島からこんなね噛んでね、あの生の柿送ってきたんですよ言うて、もう何の話だ思って、酒の話だ、うん、生柿をね、もうねどないしたろう思って、ほんだらこうねカセットコンロをねもう持ってきて、網バー引いて、でそれに柿パンパンって置いたんですよ。ほんでレモンパーって絞っただけ、もう他何もしてないです。レモンパーって絞っただけでね、もう食べたらね、もうワインとめちゃめちゃ合うんですよって言うんですよ、みたいな、何の話だ思いながらこうほんまね、ほんとそうやってもう日本一人で日本一気にワイン開けてもうて、ワイン日本飲んだらねベロベロなりますよって言うんですよ。当たり前やんちょっとワイン日本飲んだベロベロなる当たり前やん、1たす1は2やん、こいつ何言ってんの思いながら、ほんでホステスさんもへえみたいな感じなんですよ。こいつ相当生きとんな思って、まあ確かに僕は飲んでない、イニシアチブはこいつに取られた、あああかんかったなと思って、しばらくしてパッて顔見たら顔真っ赤っかなんですよ。そのヒレ酒半分しか飲んでんのに、もうプローンみたいな色してるんですよ。赤黒い感じで目も真っ赤っかで、この白目のとこ血走ってんすよ。ゲイラカイトみたいな目というか、昔のタコ揚げの白の血走ったゲイラカイトやんこいつみたいな、赤黒いプルーン
ゲイラカイト骨ついたフグをしゃぶってたらもうなんかバンパイアに噛まれたやつみたいになってるんですよ。パーってなっててこいつキモほんま思って、まあ、だんだん口数も減って結局昼酒も最後まで飲んでないんですよ。ほんでもうビールも別に飲まんと何やこいつ言わへんきゃほんだろう思いながら、で次、終わってじゃあ2軒目行きましょう。おじさまの車ですよ、おじさま、うん、そしてその若者、うん、僕でホステスさん2人で救急車乗って、まあシーンでしてますから僕も何か喋らなくてバーって喋ってたんですよ、うん、でまあ着くまで結構あるからバーバーバー喋ってたら、うん、なんか俺ばっかり喋ってんなと、うん、何やこいつ思って、うん、でお前も多少は負担せえよ思いながら、うん、ファッて見たらもうヘッドレストとこのシートベルトの間に頭ガーンって入ってるんですよ。寝てるやん無理してヒレ酒飲むから、うん、酔うてるやん何やねん思いながら喋ってて、うん、がついたんです新地ですわ。ほんでもう相当豪華なほんまこんなテーブルなバーですよ。バーってもうすごいお酒もガーッ飲んでて、もう蝶ネクタイつけた人がいっぱいおるよ。でまあこの方はいつものなんかカタカナのカクテルですね、ノンアルコールカクテルで僕はまああのおすすめのなんかカクテルみたいな書いてあったやつ、果物のやつですよね、それいただきます。ほんでこっちでなんか僕らと喋らんと注文とかもでもなんかこうやってやってるんですよ。こうやって司会こう喋ってますからあれよこうやって。で向こうの瓶も来ないし見とんすよ見とんねんこいつ。ほんだらバーってこの僕のを持ってきた時にここで結構スコッチあるんですねって言ったんですよスコッチっていうそのちょっと特殊なお酒でしょうね。ここでスコッチあるんですね結構まだこいつ生きんねや思ってこいつよう言えんな思って。ほんだらもう2人の来てんのに全然頼まんと、あれってもしかしてあれちゃいますアイリッシュのなんとかちゃいますって。ほんだらあなんとかかんとかでめっちゃスコッチ話で花咲かせようとするんですよ。ほんで結局なんか頼んでバッて来たんです。僕らもちょっとこう何ですかカクテルの泡もシュッてなってる感じでこいつほんま思ってたら、ほんだらチューリップグラスに蓋あってこれ来たんですよ。そんなに酒弱いくせに。でお疲れ様でした、いただきます。で僕バーで飲む時にパッて横目で見てたんですよ。ほんだらチューリップグラスの蓋パッて開けて香嗅いでてパッてグッて飲んで、あー芳醇でスモーキーって言ったんですよ。いや嘘つけやお前お前みたいなそんな酒弱いやつなんでその感想が出てくるんだ絶対雑誌読んで書いてたらあの言うてるやん芳醇でスモーキーって大体ああいう酒スモーキーやった何言うてんねんこいつ。めっちゃ腹立った話をずっとやってたんですけど、それだんだん途中であっと思ってあの時こう言っときゃよかったんちゃうみたいな、そのお前そんなもん先弱いねんからお前スコッチなんか飲むなよお前どうせすぐ目開かなんねんからレッドアイでも飲んどけやって言うとったらよかったのにな。でもなんで俺は思いつかへんかってあいつに腹立ってたからやと思って最近また腹立ったって言われてあいつのせいですよあいつのせいですよ大城怒りがええ例えというかうまいこと言えたはずやな皆さん生きるには気をつけていただいて。これは、僕が小学校の時のまた話なんですけど、はい、家族で、どっか遊園地行こうと決まりまして、で、琵琶湖タワーに行こうって、決めまして、で、車で行ったんですね。で、結構混んでて、こう、どこ止めよう、どこ止めようみたいな、うろうろしてたら、一台だけちょっと空いてたんですね、スペースが。で、お父さんあそこ行けるんちゃう言うて、ほな、あそこ行くわ、言うて、ここが空いてたんですよね。で、親父はこう、バックから入れようと思って、こう来たんですよ。ほんなら、こうバックで入れようとした瞬間に、向こうから、ヤンシャみたいなのが、ぐわー頭からガー入れて、ほんで、あれみたいに、親父思ってたら、向こうからこんなパンチパーマのやつがバー出てきて、わしらがさっき止めたんじゃこらおっさんって言いよったんですよ。で親父が何言うてサイドを引いて行こうと思いよったんですよ。ほんならその時にお母さんがもうやめときやんだ子供と来てんやし何してんのって言って、で僕もお姉ちゃんももうお父さんやめといてって言うと怖いしって言ってもうええやん探したらええやんみたいな、おーおわかったみたいな感じでまた探して止めて、まあ喧嘩にならなかった。ほんでまあ乗り物とか乗って楽しく遊んでて、で、なんかダーツがあったんですよ。で、なんかダーツしたい言うて、あのお母さんと僕とお姉ちゃんが待ってたら、ちょっと待っとけと、お父さんちょっと正面行ってくるから言うて、トイレ行きよったんですよ。ほんで、出てくるときになんか、おい、これって聞こえるんですよ。で、何かな思ったら、さっきのそのパンチパマにもう胸ぐら持たれてたんですよ、親父が。で、ぐわ、おい、これ、おっさん、言うて、おやじ、何や、これ、言うて、ガー出てきて、ほら、お母さんがバー走って、あんた何してんの ?2 対1で卑怯はな、やめときなさい、あんたは。こんな年寄りいじめて、みたいな。もう早く行きなさい、言うて。ほんで、まあ、ことなき得て、で、二
二人バッと帰ってきて、うん、お父さんが、おっしゃ、ダーツやってんのか、ダーツやろうか、言って、うん、お父さんうまいぞ、見とけよ、言って、やった瞬間に。掘るんですけど、その山もう、ねえ、もう、そうなんですよ。お父さん見とけよ、うまいから。ちっちゃい頃なんですけど、皆さんなんか物事を始めるきっかけって絶対あると思うんですよ、はい、だから最初そのなんていうんですかこう歯ブラシもお母さんにやってもらってて途中から自分でやるようになるじゃないですか。あ、そうよね、でそれのきっかけなんですけど僕自分で体を洗うきっかけになったのがあのおばあちゃんと一緒にお風呂入った時なんですよ。で僕まあこう言ってはなんなんですけどあのちょっと過保護なところもあってそのお母さんがその体を洗う時に赤すりを使うのやめてくれっていうのをおばあちゃんに言ってたんです。だからその石鹸とかでも手で洗ってくれよっていうのを言ってくれてて、はい、おばあちゃんと一緒にお風呂入ったんですけどその時まあおばあちゃんも裸じゃないですか、うん、でまあ僕子供でこういておばあちゃんが一生懸命こう石鹸で泡立ててくれてこう洗ってくれるんですけどその石鹸があんまり泡立ち良くなかったんですよ、うん、でそれを途中から気づいたのかこう徐々にこう泡工場が ここに部分になりましてでおばあちゃんが ここで泡を作って僕の体にこうやってここでだからねよく洗わなきゃねっつっておばあちゃんがここでこうやってこう乗っけてくるんですけどもう首元とか洗われる時僕もうひどい顔してましたもんこうっていう顔するじゃないですか。でもおばあちゃんはああもっと洗ってほしいのかってどん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 手がこうやってでもこっからの泡工場でおばあちゃんは悪気ないんですけどもう汚ねえと思ってそっから自分で洗うようになった。処理立ちへのね。そんなことも導いてくれてた。ここまで考えたら。僕が中学校、3年の時の話なんですけど、クラスに転校生が来たんです。まあ、S さんって女の子なんですけど、はい、やっぱ転校してきてその多感な時期なんであんまりクラス馴染めてなかったんですよ。なんか休み時間も女子の中に入るんじゃなしに、なんか。椅子に座って動物の絵描いてるみたいな、うさぎとか。でも結構僕だけ女子から呼び捨てに星だとか呼ばれてて、結構男子と女子の中間みたいな感じだったから、なんとかその S さんを仲間に入れたろう思って、休み時間も友達と遊ばんとちょっと俺 S と喋るしって言って男の友達誘い断って、休み時間もその描いてる前にこう椅子出して座って、うん、わあめっちゃうまいなこのウサギの絵とか話しかけてたの、うん、それでもやっぱり乗ってこないんですよ。別にああありがとうございますみたいな感じで、で何回か結構休み時間ごとにをもう5日間ぐらい続けてたんですよ、うん、まあそのうちなんか女子とかとも遊ぶようになったから俺ももう大丈夫やって思ってたんですよ、うん、で僕クラブに井川くんっていうのと谷手くんっていうのと3人僕で仲良かったんです、うん、でクラブ終わって教室に着替えがあったんで取りに帰ろうと着替えに帰ろうって思ってクラブ終わって行ってたら女の子2人が泣きながら飛び出してきたんですよ、うん、あー押したー言ってボーンぶつかってきて、どうしてんって言ったら、その S さんとその女の子2人でこっくりさんをやってたと、うん、ほんなん S さんがおかしくなっちゃったって感じで、いやいやいやマジかって言って教室入ったら、マジなんですけどもうその S のおとなしい顔じゃないの、目つり上がって、ほんで机から机をカーンって言って飛び回ってるの、怖っ。ほんで俺も怖かったけど、どうして S とか言うて近寄って、男3人でそんなおとなしい声の抑えても、うわーってこっから青みたいなの浮いてる。で確かにあの野良犬の匂いみたいな獣の匂いがするわけ。ほんで俺もそんなんほんまにあるんやって思って、もう机とか蓋をしまくって何回もトライして、男3人で運動部やってる3人が伊賀君と谷君と抑えても、うわー言うて振りほどかれるのよ。でもどうしたらいいか分からへんから、もう教室の隅でこう集まってたの、もうどうする、先生呼んでこいって呼びに行った時、なんか襲いかかってきた、怖いやんけとか言いながら、ほんならその S さんが黒板の前にダダーって走っていって、チョークガーッとって「伊賀はもうすぐ死ぬ」って書き上げて、伊賀見て、ほんでもううわとかも声出へんねん、もう伊賀ももう何とも言われん、俺ももうかけてあげる言葉もなくて、ほんならバッてこの谷手君見て、谷手もうすぐ死ぬって書いて、
で完全にこれ抑えに来た男を恨んどんねやって、井川君と谷手君来たら絶対次俺やんってもう覚悟したのよ。ほんな俺見て星だ死ねって書いたんだ。あれ S さん S さんあれなんで俺希望やんみたいな感情がそうほんなら S さんブゼって実心みたいなしてほんでそっから先生呼びに行って先生と S さん二人きり話してで後日やっぱお祓い行かなあかんとその時におったやつお祓いに連れて行く、うん、で谷手君と井川君とその女の子二人とその S さんを先生連れてお祓い行く、うんうん、先生僕もおったよって言うと、うん、あの星田はなあの S ともうちょっと話す時間が必要やみたいな感じになって、うんうんうんS さんと先生と俺でなんかピクニックみたいなの行かされてよう聞いたらもう2人目書いた時にもう取れてたけど S さん曰く流れで書かなあかんって思ってで休み時間絵描いてるのを問い面からうまいなとかちょこちょこ言うてくる俺がものすごい鬱陶しかったらね親切親切やねん。そうで死ねやねん。どう俺お笑いなしピクニック行ってS さんと話しさせる親睦ピクニック親睦深めなのお互い分からなあかんショックだなそれは。結構お酒が飲めるような感じのラーメン屋さんってあるじゃないですか。一品とか充実しててテーブルとかもしっかりあって、はい、そういうとこに僕大阪のラジオを夜生放送の前にちょっと食べに行ったんですよね、うん、で行ったらわりかし若めのサラリーマンの方3人がもう結構お酒飲んでて、うん、でまあ若い言うても1人は30枚ぐらい で2人は新入社員みたいな、うんうん、でこれがねこの30枚ぐらいの、まあ、先輩の方がちょっと聞くに耐えないようなこう説教みたいなのになってるんですよ。もう聞いてたら嫌なこと言うてるなあの人っていうのはもうそれがもうこの人マジかみたいなこと言ってるんですよ。このお前らにはそう俺が足りん俺この俺っていうのがこの俺たちの世界では大事、うん、俺がやります俺が前出ます、うん、お前らにはオリジナルがないみたいな言ってラーメン屋でしょ今何回言うてるなそれマジかみたいな思いながらもうラーメンもうちょっと聞いとこう思ったよなんでないの頼むからお前たちそれぞれのオリジナルを明日から見せてくれもう若いやつ、はい、すいませんすいませんなってるんですよね。もうジョッキ全然動いてないです若いやつ、はい、すいませんみたいなってほなもうそろそろ締めに入ってたんでしょうね、うん、ラーメン3つお持ちしましたみたいな、うん、手付けでこうまた結構ね結構僕より大きいぐらいの女の子のドジそうな子が3つのラーメンをこう持ってきてしまう。もう2つの方もこんなになってるラーメン3つお持ちしましたもう声も震えてるんですよねこれはやばいぞと僕思ってたんですけどもまだこっちはもうオレジナルオレジナルって言ってるんですよ。こう持ってきてるのはだからねとんでもないシーン見てしまったもう案の定そのドジそうな子がこの2つの方をこのオレジナルにガーンってなってほんならそのドジそうな子がもうパニックったんでしょうね。何を思ったんか自分がガーンやってもたのに熱っって言ってもたんですよ。熱っって言うたらオレジナルがバーン立ち上がって僕って言われて俺怖いよ一人称僕かよお前そこは絶対俺やそこは俺のお姉ちゃんじゃん僕僕は正式に結婚したのが、うん、お母さん結婚したのが2人なんですけど、うん、それから別れて3人付き合ったんでお父さんが5人いてあるんですよ、うん、まあお父さんというか3人目からおじさんですけど、うんはいうん、3人目のおじさんがですね、うん、すごく僕となんとか仲良くなりたいっていう、なんか持ったおじさんで、部屋に僕が学校から帰ったらもう おじさんがいて、うん、あこんにちはって言ったら、うん、河本君、うん、これからもよろしくねって僕のこと河本君って言うんですよ、うん、もう自分が河本君になりたいのに、うんまあ、純君って呼んでくれてもいいよみたいな感覚で僕も接してたんですよ、うん、だからおじさんが、うん、ちょっと僕についてきてくれないですかってなって、うん、どこに行くんですか、うん、いやいいからちょっとついてきてくださいって、うん、ラーメン屋に
連れてってくれたんですよ、2人で、うん、でそこのラーメン屋がびっくりラーメン言うて、うん、ものすごいでっかい器、これ20分以内に食べたらタダになる、うん、であのね、実は小本君、僕大学の時に店を6軒もう二度と来るなって言われたことがあるんで、それぐらい、それぐらい僕食べれるんですよ、うん、多分僕にものすごい自慢をね、こうして、で僕いまだにね、いい話やんか、あ、はい、できるんだよ、うん、で、あ、そうっつって、で僕普通のラーメン食べるから、おじさんじゃあビッグラーメン挑戦する、うん、やるよ、うん、頼むよ、見ててよっつって、うん、よーいさーっつって、カッバー行ったんですよ、うん、で僕もすっげえ本当本当にアニメみたいにこう真横にズルズルズルって行くぐらいガバ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 って言ったんですよ、ガバー飲んで、でグワー食べて本当にもう7分ぐらいでダダダダダダズルズルズルカラーとか言って7分、うん、ゲフーって、うん、どうこうもどこって言って、うわ、すごいおじさん、俺ちょっとおじさんのこと感動した、うん、そうやろ、で、こうもど君はあのゆっくり食べてええかなって、僕まだ食べてなかった、ずっと見てて、こうもど君はゆっくり食べといて、ええかな、お、なんか、どうしたおじさん、大丈夫、僕はあのコンビ名がよい子っていう名前で、はいはいはい、あの E が旧仮名遣いで、ちょっとあの年配の人とか子供にはちょっと書きにくかったりするんですね、うん、でもあの番組のスタッフとかまあ書けるはずじゃないですか、うんうんうん、で特番で1回一緒になったあのスタッフで、エンディングぐらいにあの結構振るじゃないですか、千原兄弟とか、はい、振ってくださいみたいな、はい、で僕らの出番やなってとこに来た時に、うん、ディレクターがバーって書いて、うん、ひよこって書いて、あれ違うなーってガーって消してバーってめくって、ヨネコ、あ、違うなーってまたバーって消して、いい子、違うなーってなって、で、出したのが、締めっていうの。振ってくれへんねや。お前の知識の少なさで振ってもらってないんやみたいな。適当でええのにって、あ、ね、いや滑らないっすね。どうですか、いいですね、怖い、逆に怖いですよね。僕にも兄がいまして、はい、これがですね、もう本当にデリカシーがないんです。ああないですね、もう人の心にもズケズケと土足でね入っていくんです。で我々千葉兄弟ちょっと前にですね、あの山本寛斎さんが、はい、あの武道館でショーをやるっていうんで、はい、我々も呼ばれまして、もうそうそうたるメンバーの中に我々千葉兄弟も参加したんですよ。モデルでってこと、モデルというかちょっとショーなんですけど、はい、ほんでそろそろあの本番、あの本番ではリハーサルなんで、あの舞台降りてくださいみたいな、降りていったらその黒子の方が太鼓叩いたり物運んだりしてあるんですけど、その舞台監督の方がマイク持ってものすごい怒ってあるんですよ。もう会場シーンなってものすごいピリピリした空気なんですよ、うん、で黒子動きが遅い言ったら黒子の人が、はい、声が小さい、はい言ってもシーンってなってる中に政治が、ジュニア見てみ、黒子めっちゃ怒られたんぞおいって書いて、お前真ん中来ちゃうやろなんでやねん思ってこのまま終わって、ほんでさ、その記者発表本番です。ほんなら前に上戸彩さんがいてて、でもみんな着物着て、男性陣はあの時代劇なんで刀刺してるんですよ。上戸彩さんがバッて振り返って、これ聞かんでええのに政治に、その刀って本物ですかねって聞いたんですよ。ほら政治が、ああ、本物や、うわーすごい、嘘に決まってるやろなんで一回泳がしたんやと意味が分からんパッて見たら、その一連の政治を見て相川翔さんが腹抱えて笑ってた兄ちゃんおもろいな。ツイッターっていうのをね、はい、皆さんやられてる方多いと思うんですね、芸能人の方でよくやってるんですけど、はい、僕もですね、去年の6月からツイッター始めたんですけども、ツイッターっていうのをやられてない方のために、もう気軽につぶやけて、なんか知らない人でもなんかメール感覚でこう交流ができるみたいな、まあ告知ができたりするんですよね、ツイッターでつぶやいたりとかしたら。で僕を見たい人は僕のことをフォローしたら、フォロワーというフォロワーさんがいるんですけども、そのフォロワーの中にですね、僕のやっぱちょっと痛いやつがいてて、僕が何をつぶやいても全てに
しばくぞって返してくるやつがおるんですよね。もう全部にしばくぞってくるやつがおるんですよ。普通は今からあの収録行ってきますって言ったら、まあ頑張ってくださいとか、放送いつですか、しばくぞってくるんですよ。えこいつめっちゃしばいてくるやんと思って例えば夜中も寝れない時に、夜中4時ぐらいに寝れへんから DVD 見ようってつぶやいたら、私も寝れないですとか、何の DVD 見るんですか、しばくぞってくるんですよ。お前夜中4時起きてんのかこいつ。こいつめっちゃ俺のつぶやきに反応しきょるなと、全ての僕の全てのつぶやきに対して全部しばくぞってくるんですよ。鬱陶しいけど、まあ、ほっといたんですよね。まあええわと思って、ある日に陣内聞いてくれって僕が出に来たんですよ、ツイッターで。小学生になる息子が風邪をひいて熱が下がりません、俺の日頃の行いが悪いせいかな、反省してますって来たんですよ。あこいつ子供おんねやと、しばくぞは。でもまあなんかすごい真っ当な、ね、あのコメントが来たから、僕初めてそいつに、反省したことは心配と思うから、これから子供の鏡になるように頑張れって僕は返信したんですよ。こんなすぐコメントがしばくぞって来たんですよ。こいつなんやねんって。そんだけしばいてくんねん思って。でもブロックっていう機能があるんですよ、ツイッターに。ブロックしたらそいつはもうシャットアウトできるんですけど、ブロックするのはもうなんかもう悔しいからブロックしなかったんですよ。そうだ、なんか負けたみたいな。負けたみたいな。ある日そいつから、陣内、芸能人の9割は俺のことをブロックするけど、お前は俺をブロックしてない。見直した、しばくぞ。見直したのに、どうしたらええの。見直しといて、もう親にもしばかれたことないです。どんだけしばいてくんねんっていうやつがおるって話を。陣内でも腹立つしな。もう全部陣内なんですよ。でその話をダウンタウンデラックスでさせてもらったんですよ。こんな鬱陶しいしばくぞのおっさんがおると。やっぱテレビの影響はすごくて、ツイッター内でしばくぞおじさんっていう名前で、そのおっさんがめちゃめちゃ人気になって思ったんですよ。もうなんかツイッターほんまにそんなやつおんのかみたいな。で僕もテレビで言ってしまった手前、やっぱ責任を感じて、やっぱ痛いおっさんやから、僕はそのおっさんのツイッターを覗いて、まあしょうもないことしてないか干渉してたんですよね。ほんでやっぱ見たら、やっぱツイッターもひどくて、一般人に対して黙れしばくぞとか、お前ブスやなしばくぞとか、もうしばくぞもう連発してるんですよ。でも後半はもうなんかしばくぞの要求が多かったのか、はいはいしばくしばくみたいな、すごい手軽な手軽なしばくぞも一般人に送ってるんですよ。でも一般人はしばくぞ言われたいから、僕がテレビで言ったから、しばくぞ言われましたみたいなんで、変にツイッターでなんか人気になってしまったんですね。で僕もこれあかんことやなと思って、でそのツイッターの中で分かった情報は、そのおっさんは関西に住む40代後半の結婚してるおっさんなんですよ。それしか分かんないですよ、顔も分かんないですよね。でツイッターって言ったらプロフィールに写真を載せるとこあるんですけど、そのおっさんは自分の写真を載せないんですよね。まあ、でも痛いおっさんやから、卑猥な写真をね、もう載せるんですよ。もうパンティー、ちょっとなんか変なパンティーとか、なんかおばあちゃんがこう顔を隠したブラジャー姿とか。でも僕がテレビで言った手前、こんなおっさんとなんか変な、ね、一般人が関わるのは嫌やから、僕はそのおっさん宛てに、お前もう写真、しょうもない写真を載せるな、帰ろって僕は送ったんですよ。ほんならすぐに、なんでお前にそこまで指示されなあかんねん、しばくぞってくるんですよ。こいつ年は思って。ただ1分後に見たら、綺麗なお花畑にかかってるやつな、聞きかけないやつなんですよ。あれこいつはしばくぞ言いながら僕の言うこと聞いてきてるの。なんやこいつ、なんかちょっと憎めへんな、ママでも痛いおっさんやと思ったら、もうツイッターで人気出たから、その似たようなどつくぞっていうやつが現れた。あらちゃんツイッターで僕にもう毎日どつくぞどつくぞ陣内どつくぞって来るんですよ。年なぁ思う。でまたある日、陣内どつくぞって来たら、もうこいつブロックしようかなと思ったら、しばくぞおじさんですってそのおっさんが入ってきたんですよ。ほんならそのどつくぞに、お前陣内に偉そうな口聞くな、聞くな、陣内をどついたら俺がお前をしばくぞって言ったんですよ。どつくぞからしばくぞに助けられたみたいな、なんか僕ヒーロー登場みたいな感じで、あれ何これみたいになったんですよ。このおっさん何やねんみたいな。でツイッターって結構心ないツイッターもありまして、まあ僕のこと嫌いな人もいるから、あなたをテレビで見ると不快になりますと、あなたがテレビで出る番組は全部私は消します、テレビを見ないです、二度とテレビに出ないでくださいっていうのが来たんですよね。あ嫌やなと思ったら、しばくぞおじさんですって来たんですよ。陣内は一生懸命頑張ってるんや、テレビ見えひんならそのテレビ捨ててまえ、しばくぞって来たんですよね。なんか僕の応援メッセージみたいな、しばくぞが助けてくるようになったんですよ。で歩いたら僕、そのしばくぞをちょっと待ってしまう
ようになって、でもその日を境に全然芝居てこなくなったんですよ。今までは僕が何か詰めて絶対芝居くぞって聞いたのに、全然芝居てこなくなって、あれ何した何があったやろと思って、その芝居くぞのおっさんのツイッターを覗いたんですよね。ほんならもう僕以外の芸能人と芝居くぞのやり取りをなんか楽しそうにやってたんですよ。なんか僕がテレビで言ったから他の芸能人ともなんか仲良くなってしまって、なんかねあれみたいな、俺以外に芝居くやつできたみたいな感じなんかね、何この気持ちみたいな、俺だけの芝居くぞやったはずやのに他のやつ芝居ってなんか楽しそうにやってるから、なんか嫌やなって、なんかちょっとやきもちみたいな、ママでもこんな痛いおっさんやからもうええわと思って無視したんですよ。ほんで先日僕大阪で仕事があったんで、関西の方で、まあツイッターで今から新神戸駅に向かいますってつぶやいたんですね。ほんで新神戸駅着いて駅からタクシーに乗る間に一人の男性がバーって歩いてきて、陣内君握手して、ああどうもって握手、やっと会えたな芝生蔵司さんって言われたんです。まあ40後半の普通のおっさんなんですよ。って思って、ほなでもすぐ去っていったんですよね。って思って、いやでもいやまさか本物ちゃうやろなと、それにしてあんまりにもあっさりしてるし、もっと話したいのになんか僕はもう去っていく後ろ姿を見てみたいな、でもまあ本物ちゃうやろと思って僕は仕事行ったんですけど、その日一切仕事手につかず、そのおっさんのツイッターをずっと待ってる自分がおったんですよね。ほな2時間後に芝生蔵司さんですって来たんですよ。陣内やっと会えたなって来たんですよ。もうさっきのおっさんやったんですよ。ほんまやったんや。はい、会えて嬉しかった、握手してくれてありがとう、これからも頑張ってください、芝居てーって思って、なんで芝居てんの、全然芝居てくれないですよ何この気持ちみたいな、あんだけ芝居たやつがもう全然芝居てこなくなったっていう話なんですけどもうね、なんなんこれは本当に壮大なドラマや。去年6月からしばかれたおっさんに先日会って、最後の最後しばいてもらえなかった、しばいてもらえず、ただ2日前に僕がそろそろ寝ようってつぶやいたら、寝るなしばくぞってすごいシンプルなしばくぞが来たんですよ。原点に立ち返った、原点にすごいシンプルなしばくぞが来たんですけど、なんかもう最近それが僕の中で支えになってるみたいな、ちょっと痛いおっさんなんですけど、まだまだ続くかもしれない。いやまだまだこの芝生とのやり取りはあると思うんで、まあちょっとハートフルな、じゃあちょっと僕もハートフルな話をちょっとさせてもらって、大阪の方にですね、吉本大運動会というこうでっかい番組がありまして、まあ参加された方も多いと思うんですけども、その吉本新喜劇の方であるとか漫才さんであるとか、もう若手とかが一斉に集まって陸上競技大会みたいなのをねやってテレビで中継する番組があって、僕も若手の時ずっと毎年出させてもらってて、でまあ行ったらいろんな競技あるんですよ。本当にリレーとかあって、騎馬戦があるんですよ。で騎馬戦はやっぱりそのまあ言うたら看板スターの方が上に乗って、僕たち若手が下で馬を組んでやるっていうやつがあったんですけど、僕の馬を組んだ上の将がですね、末成由美さんっていうね、新喜劇、もう還暦を超えられてるお姉様なんですけども、すごいおしゃれな人で知らないです、本当にもう最先端のおしゃれを常にしてるんですよ、帽子のつばの直径だけで2メートルあるぐらいの帽子かぶってきてエレベーター乗るとき横向いてこう乗ったりとかで、まあその人やっぱおしゃれなんで、その配布されたジャージをみんな着るんですけど、着こなしもちょっと若者風に、ちょっとゴムを緩めて腰でジャージ履いて裾まくって、ちょっとなんか若者風にジャージ履くみたいな履き方をしてたんですよ。でまあ僕下馬でやってて戦ってたらですね、やっぱりその骨盤より下でジャージを履いてるので、どんどんこうジャージがこうちょっとずつ下がってくるんですよ。で、これはあかんと思って馬でこうなんとかやろうとするんですけど、内緒に稽古場あっち行けとかって上で指示来るから、はいわかりましたってこう行ったら、またこうズルズルズレて、これちょっとやばいんちゃうかなってこうやりながら思ってたんですけど、このままでパンツ見えるぞ、やばい姉さんパンツテレビに映ってしまうと思ってたのに、どんどんズレていくのパンツが映らないんですよお尻の肌しほっぺたしか映らないんですよどこまで行ってもどこまで行ってもどうなってんねやと思ったら、本当に還暦超えた方でこういうの履くんやっていうぐらい
本当にこうミクロの紐だけのティーバッグが。セナリさん、これセナリさん、これらいや大丈夫かなと思って、まあ競技場のでっかいモニターにユミネさんのティーバッグのお尻がねデカデカと映るわけですよ。で、まあ周りももう芸人さんですから、まあゲラゲラ笑うんですけど、これもう大変大変やみたいな話になって、結局そのまま牙はドシャーンって崩れて、まあ負けたんです。で、ユミネさんお尻出てますよって、いやーみたいなことをやってる時に、その周りで見ていたですね、あのアホの坂田、坂田敏夫師匠がですね、それを一部始終見てて、得した、これは得したでって言ってトイレに消えていった。何やその話、何やその話、得した、これは得したでハートハートハートフルやな、かなりハート。登場人物にええやつ一人もええおれへん。いや、こんなところで言うのもなんですが、本当にあのプロ野球のピッチャーだったじゃないですか。そうですよ、はい、それもまあまあ大したもんで、高校時代はまあまあ日本中でわーわー言われたんですけど、それでちょっと騒がれて入ったんですけど、まあ運が悪いんですよ、僕人生ね。僕が入る前に長嶋茂雄さんが巨人入ってるんです。で、僕と一緒に王貞治が入ってる。うわー、すごい。あの二人さえいなかったら僕こんなとこに座ってませんよ、ね。こんなとこって悪いけど、いやいや本当に、まっちゃん悪いけど、ほらそういうとこから、いや本当にすごい人よ、それは分かってますよ、我々も。それで、それでもね、あの人間ってどっかでね、旬というのがあるんですよ、脚光浴びるみたいな。でプロへ入ってちょっとうだつが上がらんかったんですけど、7年目ぐらいかな、結婚して次女ができた頃やからもう7年目ぐらいですわ。その頃にね、巨人キラーになるんですよ。それも王長嶋に強いっていうんですよ。まあほとんど敬遠やからね、ほら、まあ、そんなこと打ちようもないみたいな。いや、でもすごかったっていうのがいいで、それで巨人をあの日曜日完封して、はい、そうするとやっぱり新聞も騒ぐじゃないですか、はいはい、そして中日がトップ走っとったんですよ、はい、それで優勝かもわからんっていうことで、それで取材陣が来るわけですよ、はい、そしたらあの、ね、中日で、それでちょっとうちの家内のお家が大きいお家なんですよ、はい、大きいってあの100坪200坪違うんですよ、千坪、あの正常の、うん、うわ、正常のだから木だけでもあの東京都の天然記念物から、はい、3人ぐらいが抱えないかんようなヒマラヤですね、ドゥーッと3本4本立ってる、だからそこの家だと気温が3度ぐらい低いんじゃないかと思うぐらい、マイナスイオンイオンでドーッと、そしてまあそこで東京の時はちょっと家内の家に寝泊まりするじゃないですか、はい、別邸みたいなすっごい、はい、それで完封して、はい、そして日曜日帰って、はい、そしたら月曜日取材陣が来て、はい、その写真を撮らせてくれと、はい、というのは巨人キラーの坂東が月曜日試合がないじゃないですか、はい、旅行日で、だから休養してゆっくりしている、ね、中日のエースっていうのを一面に載せるって言われるんですよ、はい、ほんなこっちもちょっとね、なんちょっとしたもんやないかっつって、はいはいはい、それでにっこりしたりして写真撮って、先ほどさん話じゃないけどバシバシバシで撮られて、それで写真撮って坂東さんありがとうございましたっつって取材陣が帰るんですよ。それでまあ一日ぼーっとしとったら、翌日の火曜日の朝に7時ですよ、朝7時、ドゥザッダーッと男が78人入ってきたんですよ、家ブワッ、言うちゃ悪いけど日本の経済を動かしてるぐらいの人ですよのおじいさんが、そんなとこのおじいさんとこへずわーっと警察官が入ってきたんですよ。だからちょっと偉い人はね、躊躇してました、やっぱりその大きなお家の前で名前も知ってるっちゅうんで、ほいでドワーッと来たら、その捜査官みたいな人がドレドレって家の中入ってきた、玄関開けてドドーンっつって、その家の中入ってきたんですよ、デカがドドダーッと、それも靴のまんまでドワーッと、ほいでどちらですか、どちら見たら分かるやろ、庭ってそこやないか、その大きなとこやないか、そしたらなんと、僕の写真がこう、うちの娘抱いてまだ一切満たないぐらい、それを抱っこして、そしたらカメラマンが、さっきの話じゃないけど、ここで花の綺麗なのがこうお庭だから咲いてるんで、坂東さんその大きな花をちょっと指さしてにっこり笑ってくださいって言うんですよ。だから言われた通りするじゃないですか、はい、ほんだにっこりはいとかしたら、いいですね、これも休日も、それもエースの休日、ありがとうございましたって言うんで、
そのまま帰った翌日の一面にその写真が載ったんです、はいはい、そしたらその写真がなんとケシの花やったんです大きなケシの花ですケシの花ですよね。そうケシの花麻薬ってことですね。そうそう、うん、そして翌日から球界の麻薬王って言われる綺麗な全く知らんわけです。全く知りません。たま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 です。はそれもね来た時のそらおまわりさんも部長クラスはびっくりしますよ。そらこんなね日本動かしてるような人の、うん、ねえお家でね、うん、だからちょっとあの嘘と思われたかなんのでね、うん、ちゃんとこれこれがその時のうわすごい、だから見る人は見ればすぐに分かるわけですよね。分かるんでしょうね。僕ら知らんじゃないですかこれこの花すごい消しの花決定的瞬間なんですよ。そうそう指さしてもらってます指さしてそしたらよう見たらこんな花が何本でも咲いとるんですよ。というのはね鳥がこう落としていくんですね。千粒あるから森みたいになってて、はい、タケノコも生えとるんだけど、こっちは知らんもんが勝手に生えとるわけですよ。そうですそうです。まさか僕もその時初めてケシの花ってこんなんかいなと思ったもんね。大麻栽培容疑で踏み込まれたってことですか。じゃあそういうことでしょうね。それは大丈夫だったんですね。坂東さん自体は、うん、一応何を聞くねんやつ。違う違う違う、一応取り調べを受けたわけですね。坂東英二さんですか、これあなたですねって言われましたよ、うん、はい僕ですって。あでも連れては行かれなかった、ね、それとまあ有名なピッチャーやからね、向こうもまあサインが欲しいぐらいのピッチャーでしたから、ほらもういやらしいか変な時代いや本当に一応調書で、ね、あの何にも知らずにということでちゃんと書いて坂東英二と書かなダメなんです。はい、知らんっていうのは恐ろしいもんですよ、ね、あびっくりしましたね。あれは大きい家やから起きた事件というかね。まあまあ自慢たらしいな、よその家やから。